はい、それでは劇祭大の方の解説を行います。はい、牧草劇祭大よえいし、はい、三鎮立ちになって、上段受けを行います。基本の上段受けです。正しい立ち方と正しい受けをここで確認をします。えい、三鎮の移動ですが、この状態から足を内側を通しながら親指と親指が触れるぐらいのところまで持ってきて、で円を描きながら前に進む。この動作は三鎮立ちの動作で一歩前に出て上段突きをします。3、下がりながら四股立ち、四股立ちで下段払いになります。四股立ちはつま先が外側を向いて膝頭も同じように外側を向きます。ひば立ちは正面を向きますが大きく立ち方が異なりますので、ここはしっかりと区別をしてください。悪い立ち方としてはつま先が外側に開いて膝が内側に入ってしまう、こう牙立ちと四股立ちの区別がないような立ち方にならないようにしてください。はい、いきます。えっ、上段受け、肘は目の高さです。えい、6、4、三鎮立ちでお腹にしっかり力を入れて息吹をしながら前進します。内受けは拳は肩の高さ、肘は90度、両足の膝を内側に締めます。8、9、はい、ここは連続動作になります。前蹴りをした後肘打ちの時には、拳の小指側が上を向くようにします。それで裏剣を打って、でさらに下段払い、逆突き、この動作を連続して行います。今度は後ろの人間に対してこの足を引っ掛けるようにしながらすくい上げて後ろに向いて相手の頸動脈を目指して手刀打ちをします。えい、相手の首を打つつもりで手刀打ちで、ね、手を伸ばしきってはいけません。肘をやや曲げて相手の首にしっかりと打ち込んでください。はい、えい、また三鎮立ちの内受け、息吹をしながら行います。えい、えっ、ここは一歩下がります。二歩出て一歩下がります。続いて前蹴りからの連続動作です。はい、必ず細かい動作ですが腰を十分に使って、最後の突きをしっかりと決めてください。えっ、ここも足を相手の足を刈り上げて踏み込んで手刀打ちを行います。はい、えい、相手の攻撃を駆け受けで受けながらそれを止めずにそのまま引いて上段中段合わせ突きを行います。えい、はい、脇構えをしますね。立ち方は結び立ちになります。今度はこちら方向に行います。えい、えい、必ず駆け受けをゆっくり、ね、柔らかく回しながら受けてそのまま引きつけて、それで上段と中段を突きます。はい、直れ、休め、はい、以上で劇祭大の解説終わります。